いいことを教えてあげる。隙を見てイリアのベッドの下を覗いてみて。あの子の描いた漫画っぽい何かが見つかるはずよ。内容は見てのお楽しみね。あなたっぽいキャラ結構似てたわ。霊気再臨すると服が変わる。素晴らしい文化よね。思えばイリアから、黒って服それしかないの？かわいそう。みたいなマウントを取られ続けたものよ。そんな日々の恨みが私をアベンジャーにさせたと言っても過言ではないのであった。